ポロロッカは、潮の干満によって起こるアマゾン川を逆流する、潮流。いわゆる津波のこと。ポロロッカの名称は、トゥピゴで、大騒音を意味するオノマトペのポーロを経から、来ている。セバーン川での波乗りの様子。ずっと小規模であるが、ポロロッカと同じ現象による。満月と新月の時は、干満の差が大きく、およそ5メートルほどの高さの波としたアマゾン川の、 河口に押し寄せてくる。この大波は川の流れを飲み込んで時速6 5トルの速度で逆流し沿岸より8 0 0トル内陸まで達することがある。大潮とその前後に起こる現象で特に珍しいことではないが3月の頃には寒満差の大きさや雨季の影響によるアマゾン川の水量の多さにより規模が大きくなる。に当たる春には アマゾン川の大量の水が満潮になって押し寄せる海水と衝突する。この時、川の水は逆流する海水に押され、海に流出することができず、海水と共に逆流する。この時、600km の内陸にも、洪水や海水の氾濫による甚大な被害がもたらされる場合がある。パラシュのサンドミンゴスドカピンデは1999年以降、 毎年ポロロッカを利用した波乗りの大会が開催され各国のサーファーが訪れている。2003年にはアディルトン・マリアーノがこの波に乗って34分間に渡り川を登っている。水中には川岸から流された大量の障害物が漂っているので危険も伴う。折の小川でもポロロッカに似た現象が知られており、マカレオと呼ばれている。ありがとうございます。